今週のペンドラメルマガなんですけれども、裏面バックハンドフルサインの2つの重心、2つの軸について、ちょっと紹介したいと思います。ですね、まず1つ目は、左からこうやって右に移す、重心の移し方ですね。例えば、皆さんも聞いたことあると思うんですけれども、例えば居合抜きバックハンドとか、あとはフリスビーを投げるようなバックハンドですね。こういったのが、これに、当たります。これはどういった時に使うかっていうと、例えば後ろに下がった時とか威力を出したい時ですね。左、右利きの選手ですと左からこう右に移す、やっぱりグッて溜めて思いっきり開けるんでボールに威力が出ます。これが一つ目の、重心ですね。次に、真ん中に重心を置いたパターン、パターンというか、軸重心なんですけれども、これはこの体を絞るような形ですね。右利きですとラケットは左で、左手は右の、腰あたりですね。で開いてあげる。これだと、さっきの重心移動に比べて、威力っていうのは出ないんですけれども、連続で攻撃しやすいですね。なんで、ワンハーとか中陣でカーンカーンって連続で打ったり、前でちょっと伸ばしたりとか、こういった時に使う、タイプの重心軸になります。なのでこの2つの重心の、移動とか、あとは軸っていうのを意識すれば、前陣ではこういうやつ、下がった時にはこういうふうに大きく使うっていうのを意識すれば、もっともっとプレーがスムーズにいくと思います。ぜひ参考にしてみてください。